はい、本日はですね、こちらにバルトロのカスタムが到着しましたので開封していきたいなというふうに思います。どうぞどうぞ。ということでね、こんなコンパクトにパンパンのバルトロを収納されてるということで、開封したらね、どんな感じになってるか分かりませんが、いよいよバルトロのカスタムしちゃいました。梅田の方でね、店舗ではできるので、僕は梅田の方行かせてもらったんですけど、ここでくっちゃべってやんととりあえず開封しろということだと思いますので、本日の流れとしてはね、こちらを開封していって、でその次にカラーのご紹介をして、カラーをねちょっと組み替えてるので、カラーのご紹介して、それで着用してていくと、これ最後サイズ感見てもらおうじゃないかということなんで、早速開封していきたいなと思います。ここにね、目の前に嫁蔵がいてるので、嫁蔵に渡しますね。はい、お願いします。嫁蔵さんもね、これを見るためだけに上がってきました。どんな感じで入ってるのかということでね、こんな白い袋に入ってるんですね。ズドーンって開けると、ノースフェイスという風にロゴが入っている袋に入ってました。あ、141でカスタムって書いてますね。ちょっと開けますね。このような形でノースフェイス141カスタムっていう、ショッパーの袋みたいな感じで入れられてるから、これはオーダーしたら入ってくるかもしれませんね。僕も初めてオーダーしたからちょっとよくわかりませんけども、では開封していきましょう。では行きます、せーの、オープンと思ったらまだ袋に入ってる、袋オンザ袋ということで、マトリョーシカみたいになってるんですけども、こちら開けていきましょう。そうですね、これもね、専用の袋かと思います。で、紙っぽい感じなんかな、紙袋みたいな感じの、チャック付きの袋にご丁寧に入れていただいております。ここのタグにはですね、141バルトロライト J って書いてます。そしてお値段がね、99,000円の税込みで、108,900円ということになっておりますので、いい値段しますよね。はい、ではせーので、ゾーンゾーン、いきます、せーの、オープン。なんか落ちたぞ。あ、ここにですね、お手紙が入っておりますね。これは今皆さんに見えてる方はね、普通に手紙ではなくてノースフェイスのロゴなんですけど、これ裏返すとお手紙が入ってます。だからこれは個人情報やからね、お見せできませんけども、女性の字かな、可愛らしい字でね、メッセージを書いていただいてありがとうございますということで、こちらに置いておきますね。これ専用の袋入れてくれるのありがたいけど、だいたいこの中に収納せえへんやけどね、ハンガーにかけてるやろうから、送ってくる時だけこれに入れて、特別感があるんかもしれません。でしかもこのカスタムだけ日本で作られてね、他のは海外にけども、このカスタムに関してはバルトロ以外もマウンテンジャケットもいろんなカスタムがあるやん。141ってカスタムがあるんだけど、それは全部国内で生産されてる。はい、ズドーンということでね、見慣れないでしょ、これ実はグレーなんですよ。ベースをグレーにして、この肩の部分とか肘の部分ってよくノースフェイス黒じゃないですか、これは黒に変えてるんですよね。だから普通のスタンダードで売ってるやつっていうのはもうちょっと派手な色味っていうかな、黒やったら黒でもう全部オールブラックになるし、それ以外にやったら、この本体のところがちょっとニュートープとかね、あと茶色系の色とかね、今年だったらワインっぽい感じが出たりするんやけども、このグレーっていうのがオーダーでしかなかったんでね、ちょっとチョイスしてみました。で、中を開けてみると、テープもね、実は変えてます。テープをライトグレーにします。なのでこの辺がね、ちょっと差し色じゃないけども、マジックのこのテープもね、変えれるんで、ライトグレーにしました。そして次開けていくとですね、どうなってるかというと、あ、ロゴこれ見えますよね、黄色っぽい感じのね、だいだい色というんかな、そんなはっきりした明るい黄色じゃなくて、ちょっと落ち着いた黄色で、中身もうズドン、こんな感じでね、ちょっと上品な感じのブラウンにしてみました。ちょっと色味的にちょっとオレンジにも映っちゃってるかもしれませんけど、ブラウンです。ほんでここのタグのとこにも141カスタムって入ってあるんですね。それがちょっと仕様として違うぐらいかな。あとは特に見る人から見たら別に普通のバル取ろうかなと思いますが、ちょっと中の素材違うかもしれん、肌触りがちょっとしっとりしてるかもしれない。はい、こんな感じでね、オーダーしました。だから開けてる状態の時やったら、ちょっと中のブラウンとこのロゴのブラウンがちょっとマッチングしてるんじゃないのっていうような感じにもなるし、こう締めちゃえばもうほんまにシンプルな感じのバルトロを制作しました。でこれここにもねベルクロあるんですけど、このベルクロも同様にライトグレーをね採用していますが、こうやってジップ止めたらね、あんまりわからんくなるんですけど、ちょっとした差し色というか、全部暗すぎてもあれやから、こういうところは変えてますね。でこのゴアテックスインフィニウムっていうところのロゴもノースフェイスのロゴと同じ色にね、勝手に自動でなるので、もうこれを選んだらこっちの色も反映されるということで、この色になってました。でちなみにね、色味的には結構選べます。このベースの色ね、最初言ったグレーですよね。で次肩んとこもね、これ色変えれます。でその次にこのロゴも変えれます。そしてベルクロも変えれるじゃないですか。でさらにジップも変えれるんですよ。でジップの色もね、もっと明るい色に変えようと思ったら変えれるし、さらに言ったドローコードも変えれます。この首のドローコードの色も変えたりできるので、ほんまにもっと色味ね、遊ぼうと思ったら遊べるんやけども、それするとね飾りになっちゃうでしょ絶対。
対来いひんなと思ったんでね、まあ、これぐらい落ち着いたんでええかなと思ってこれをチョイスしました、はい、というのが、まあ、今回卓造モデルとしてね、あのバルトロを作らせていただいたんですけども、オンラインでもね、あの自分でこれこういう感じでやってみたいなっていうシミュレーションができるんですよね。で僕はそれでやっとって、それをベースにあの持っていったんで、あの向こうの店員さんとね喋りながら決めていくんですけど、めちゃくちゃ早いですね。で史上ナンバーワンに早いですよって言われるぐらい、あこれで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  OK ですって言って終わったんですよ。なあ店員さんが終わっていいんですかって言われたんですけど、いやもうこれでいいんですって言って帰ってきたんですけども、それが早かったですよね。まあ、僕結構選ぶのは早いんでそんなに迷わないんでね、むしろちょっとあの時間かけたかなぐらいには思ってたんですけど、だいたいオーダーされる方とか、まあ、3時間とか長い人はされるらしくて、でまあだいたいそれを他の人でも 1時間とか2時間ぐらいは色を迷って貼ったりとか、物によったらねサイズもちょっと変えたりもできるんですよ。このベースのサイズにさらに、これ僕 L なんですけど、 L をベースにしてちょっと丈を長くしてみたりとか、身幅を細くしてみたり、着丈を長くしてみたりとか、そういういろいろねカスタムできるんで、正直サイズをね上げるとかサイズ変更の方がね安いんですよ。カラーを変える方がちょっと高くて、サイズとカラーはもちろん一番高いですよ。だけどサイズだけを変えるっていう方もできるし、色だけ変えたいっていうのもできるし、両方変えるっていうのもできたりはするんですけども、まあ、今回は僕は色だけを変えて、サイズはそのまま L サイズで着用します。でまあ後でね L サイズの様子見てもらうんですけども、はっきり言ってサイズの動画っていうのはね、僕以前視聴者さんに作ってもらってるからね、出てもらって見てもらってるんで、まあ、それ見てもらうのが一番参考にはなると思うんですけども、まあ、後で L サイズを着用する様子は見てもらいます。まあ、これで我が家には、XXS サイズのバルトロありますね。そして XS はないんですけど、飛ばして S サイズのバルトロあります。そして次 M サイズのバルトロもございます。そして L サイズのバルトロもございますということで、来年 XS が揃ったらですね、 XXS から L サイズまで全部コンプリートしていくんですね。でその後はどうなっていくか、 XL サイズをまた作っていくんですね。でその後はどうなるか、また次 XXL サイズまであるんですね。これを全部コンプリートした時にはいよいよノーセースから案件が来るかもしれませんけども、それでもこうへんかったらもう二度と来ないでしょうと言いながらね、まあ、最後はサイズ感見てもらいたいなと思います。はい、で着用してる様子です。まあこんな感じでね、あのサイズ的にはまあ L サイズっていうのはいい感じかなと思います。今ロンティを着た上でサッと羽織ってるだけなんですけども、まあサイズ感的にはちょうどいい感じかなと思ってます。まあ、遠くからね見てもらったらね、このロゴのちょっと映える感じというか、黄色のねロゴが映えてる感じっていうのもいいかなと思うし、このグレーと黒をベースにしてるからこそのなんていうのちょっと大人な雰囲気というかね。でロゴはね、あの僕は黄色系が好きやからどうしても黄色入れたいんやけども、まあ、人によったらねパープル入れるっていうのもありかなと思うし、で、まあ、もうちょっと赤っぽい色の方が好きっていう人だって、ね、赤入れるっていうのもありかなと思うけども、この合わせってなかなかないじゃないですか。ノースフェイスでどうしてもロゴが白やからね、白のロゴってこう見慣れてるけど、あれ色付けのロゴってなんかそのあったっけな、あそうかあれオーダーやねんなって、これ見る人が見ればわかるけども、大体街行く人で言ったら100人中1人ぐらいちゃいます、気づく人って言ったらね。だからほぼほぼ気づかなくて自己満でやってるは言ってるんですけども、まあ、こんな感じでね、ちょっとまあ既存の商品とは違った感じを作りたいという方はねいいかもしれません。ちなみに時間的にはどれぐらいかなっていうと、9月の十何日ぐらいに、ね、オーダーしに行って11月の3日にできたということなんで、ちょうど1ヶ月半ぐらい出来上がりました。ただその時期によってはなんか2ヶ月ぐらいかかる時もあったりするらしいし、1ヶ月ぐらいでできる時もあったりするらしいんで、まあそれは店舗に行ってねした方がいいかなと思うし、最後にね店舗に絶対行った方がいい理由っていうのがね、このオーダーの場合はあるんですよ。ねなんでなんかっていうとね、店舗に行くじゃないですか。ほんな同じ画面見せられるんですよ。そのカスタム画面はほぼほぼ変わらへんねんけども、その時着てる服装とかをねマネキンに着させてね、こんな感じになりますよってよりイメージできるし、なんやったらもっと細かくね、このロゴだけがね黄色からね黒紫緑みたいなのがいっぱいあるんですよ。でそれをねカタログがビリビリって引っ張っていてね、どうやったら合うかなって言ってこう生地とね合わせたりも直接できるんですよね。だから本物の生地触りながら、この色がいいあの色がいいってできるんだけど、パソコンやったらやっぱ色味若干違うでしょ。だから実際行ってみて、実物のね生地とか実物のドローコードとか実物のマジックテープとか、まあ見ながらねやった方がいいんかなとか思ったりするし、それ以外にも実は店舗にしかない色もあったりするんですよね。だからまあオンラインだけで見てたら6色しかないけども、まあ店舗に行ったら実は8色ぐらいあったりとかっていうこともあるので、まあオーダーされる方はね結構そんなのがいいんちゃいますかということと、あとまあ店員さんに、ね、一番おすすめの、おすすめというか一番人気の、カスタムは何が一番人気なんですかと、まあこのバルトロもあるしマウンテンジャケットもあったり、まあラオジャケットですけどね、まああったりするんだけど、何が人気なんですかって言ったら、スワローテイルが一番人気ですっておっしゃってて、スワローテイルがですかって言ったら、まあその時期がね9月やったっていうのもあるんですけども、やっぱスワローテイルっ
ね、値段がもともと安いじゃないですか。1万6000円ぐらいで買えるってことで比較的安い分類やし、まあ、そこからオーダーしてもね3万円ぐらいで買えるんですよみたいな。で全部サイズまでオーダーしたとしても3万5、6000円とかな、まあ、4万円いかんぐらいで買えるんですってことやったんで、まあ、ほんまになんかあの彼氏にプレゼントとか旦那にプレゼントとかね、ちょっと今回頑張ろうかっていう時なんかはね、スワローテイルをフルカスタムする方もいらっしゃるんですって言ってはって、あなるほどねってことやったんで、まあ、意外とあんまバルトロはまあこれからちゃいますか言ってたんで、僕がオーダーした時はあんまいてなかったんですけども、まあなんかいろんなオーダーがあるみたいなんで、東京と大阪この2店舗しかないらしいんでね、まあ、そこに直接電話して、オーダー予約みたいな感じでね、あの美容室みたいな感じでちゃんと予約するんですよ。何時に行きますって言ったら、あ何時に誰々さんお待ちしておりましたって、こちらのシャンプー台どうぞみたいな感じで行かれてバルトロ着させられるんですね。ほんであやっぱ M ベースで行きますかとか、あ L ベースで行きますかみたいな、そのスペースがあるんですよ。なんか真っ白いねこうシャレだね、ほんまにそれこそ美容室ですわ、美容室みたいな感じのところがあるからね、そこでこうやっていろいろ悩んでいくっていうことで、あのマックをね目の前にこうマックのあのパソコンを見ながらね、おしゃれな感じでやっていくっていうことなんで、まあぜひぜひ興味ある方やってみてくださいということで、今回はバルトロのカスタムをご紹介してみました。ということで、本日はですねバルトロのカスタムオーダーをしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。